先ほどは裏へ惜しい、まあ、走り込みを見せました田所。そして佐藤、野村、流れて田所、ダイレクトのクロス、シュートだー、カズレー、素晴らしい。横浜 FC 先制40分、最年長ゴール記録を塗り替えました三浦知良、前半の40分、50代でもゴールを決めました。いやこれはレジェンドの力、50歳と14日でのゴールです。いるんですねここに、はい、攻撃自体も素晴らしかったですね。これ